あなたたちがここまで強くなるなんて、賞賛に値しますわ。褒めてくれるのは嬉しいけど、それは私たちが勝った後にして。それができないから今してるのだ。優勝するのはドレスに決まってるのだ。かぐや様、黒丸、正直に話しますわ。私初めて緊張しています。今までどんな相手と勝負してきてもこんな気持ちになったことがありません。なぜだか体が震えてしまいます。かぐや様、それは武者震いというやつなのだ。もし心配だったとしても大丈夫なのだ。今までたくさん練習してたくさん試合をしてきたのだ。最後の1週間は病気で休んじゃったけど、でもかぐや様は一人じゃないのだ。かぐや様には満腹黒丸ちゃんがついてるのだ。ありがとう、その言葉とても心強いですわ。私たちはジェットレース部の存続を目指して走ってきました。ですが今は純粋にレースを楽しみたい。その姿をお父様に、この会場にいる人々に見てもらいたい、そんな気持ちです。満腹黒丸ちゃんも同じ気持ちなのだ。かぐやさん、満腹黒丸さん、いいレースにしようね。ええ、もちろんです。ドレス史上最高のレースを見せて差し上げます。差し上げるのだ。カーブの種類の多さがこのコース最大の特徴ということになりますか。コースを熟知していることは当然として、カーブ続きのこのコースでスピードを出せるポイント探しが最も重要。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、スタート。私たちここまで来られたんだね。でも行く先がある。必ず勝とう。お父様、若くした黒丸の熱い思いを全力でぶつけて走る。最後まで認めてください。大丈夫なのだ。かぐや様の思いは必ず届くのだ。黒丸の言葉は何よりも心強いですよね。本当にあなたと出会えてよかったです。最高の褒め言葉なのだ。満腹黒丸ちゃん、ダメンやる気が出てきたのだ。神田川ジェットガールズ、一生忘れられないレースにいたしましょう。危ないのだ。やめるのだ。必ず当てる。後ろから来てるのだ。行く。危ないのだ。まだ行けるのだ。当てる。ブースト全開です。あと2周です。決めたのだ。今日も可愛い、ミサちゃん。
全力全開だよ。サボテンだ。この速さについてこられますか。後ろから来てるのだ。ブースト全開です。全力でいきます。カンダガのジェットガーリング、最初の頃とは大違いの力なのだ。あの時負けて悔しかったから、リサちゃんと猛特訓したんだよ。カンダガは決勝のこのレースで必ずリベンジしてみせる。私たちは負けませんわ。なぜなら私たちは最強のチームドレスなのですから。危ないのだ。ブースト全開です。どうだ、使えそうだ。この速さについてこられますか。ここでゴール。これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。私にとっては当然の結果です。この高揚感楽しかったですわ。すっごいレースだったのだ。どっちが勝ってもおかしくなかったのだ。おめでとう、かぐやさん、満腹黒丸さん。おめでとう、ドレス。黒丸、その時が来ましたね。かぐや様、言ってやるのだ。皆さん、聞いてください。私たちのチーム武蔵野女学館ジェットレース部はこの大会をもって解散することが決まっています。え？なんで？でも私たちはレースをやめたくありません。だってレースは最高のライバルたちと競い合うとても楽しいものだから。武蔵野女学館ジェットレース部存続のため、どうか皆さんの力を貸してください。かぐやさん、そっか、そんな思いで走ってたんだ。私たちも力になるよ。これからも四十員たちと走りたいから。ありがとうございます。なんだよ、黙ってるなんて水臭いじゃん。でも話してくれてめっちゃ感動した。
うちらも応援するよ。私たちも微力ながら手を貸します。これは武蔵野女学館だけではなく、ジェットレース界全体の問題です。黒丸、私は幸せですわ。満腹黒丸ちゃんもなのだ。お父様との話し合いはここからです。ですが、きっときっと理事長は分かってくれるのだ。だってこの神田川に集まった人たちはみんなジェットレースが大好きなのだ。かぐや様、どうして浮かない顔をしているのだ。理事長はかぐや様の試合に感動してレース部も存続になったのに何が不満なのだ。お父様が分かってくださったのは嬉しいのですが、レース部をなくそうとしていた理由を聞いてしまってる。最近のジェットレースの衣装は過激すぎる。大切な娘が露出の多い服を着せられたら嫌だったってやつなのだ。そんなバカバカしい理由だったなんて、真剣に悩んで損しましたわ。理事長はかぐや様のことを心配していたのだ。悪気があったわけじゃないのだ。まあそうですわね。家族なら話さずとも分かってくれる。そう思うのは危険ですね。これからはお父様ともしっかり話をすることにします。でも終わりよければ全てよしなのだ。そう言いたいところですが、黒丸、終わりではありませんよ。え？私たちのジェットレース部はまだまだこれからです。ライバルたちとの素晴らしい試合がまた待っていますわ。分かったのだ。今日もいっぱい練習していっぱい食べるのだ。ええ、それでは神田川に行きましょう。